センスカイ逃げる逃げる、まだリードが4馬身から5馬身ぐらい、エモシアンが突っ込んできた。皆さんこんにちは、名馬のことなら何でもお任せ、細ペン先生です。3分で分かった気になる名馬、今回は最強世代と言われた1998年のクラシックで2冠に輝いた星雲スカイ。 G1 は2勝、そのレース運びの見事さはまさに名馬の称号にふさわしいものでした。生まれは西のフラワーなどを生産した西山牧場、いわゆる良血馬というわけでもなく、デビュー当時は注目を集める存在ではありませんでした。しかしレースに出たら強かった。デビュー戦は5番人気で6馬身差の圧勝、続くジュニアカップも3番人気で5馬身差の逃げ切り勝ち。2連勝の勢いで向かった弥生賞で2着に敗れたものの、一躍クラシック候補の1頭に。迎えた皐月賞、1番人気は弥生賞で初黒星を喫した相手スペシャルウィーク。星雲スカイは2番人気、これに弥生賞3着の3番人気キングヘイローを加えた3頭が3強と注目されました。セウンスカイがずっと2番手に上がりまして2コーナーに向かいます。レースは逃げた前走とは変わって2番手に控える競馬。勝負どころ、早くも先頭に立ったセウンスカイ。さあ先頭はセウンスカイ、2馬身のリードをキープ、懸命にキングヘイローが追ってくる。キングヘイローがその際1馬身まで詰めてきた。スペシャルウィークは3番手、セウンスカイ粘って粘ってゴールイン。追いすがるキングヘイロー、大外を回したスペシャルウィークを尻目にロスなく内を回り、早め先頭に立ったレース運びの勝利。見事な手綱さばきを見せたのは横山典弘騎手、これが初めてのクラシック制覇となりました。そして2冠目の日本ダービーへ。最後の直線、セウンスカイは一旦先頭に立つも踏ん張りきれず、スペシャルウィークには並ぶ間もなくかわされてしまいました。先頭はスペシャルウィーク五輪。迎えた秋初戦は本番までの間隔を考慮して、陣営は小馬相手の京都大賞典を選択。飛ばすセウンスカイ、まだリードが15馬身から20馬身ぐらいありますか。さあ追い比べになったが、前哨戦のこのレースでは天皇賞馬メジロブライトやグランプリホースシルクジャスティスなど年上の馬を相手に大逃げで快勝。そのレース運びがそのまま菊花賞でも生かされることになるのです。三冠最終戦、一番人気はスペシャルウィーク。京都大賞典と同じく引き離して逃げるセウンスカイ。しかしどの馬も競りかけようとはせず、それもそのはず、最初の 1000m は59秒6、 3000m のレースとしてはかなりのハイペース。その後も各馬はセウンスカイをはるか前に見ながら追走。そして勝負どころの3コーナーから4コーナー、セウンスカイを捕まえに行こうと2番手以降の馬が動き出すも、なかなか差が詰まらず、そのまま直線へ。セウンスカイが先頭だ、セウンスカイ逃げる逃げる、まだリードが4馬身から5馬身ぐらい、エモシアンが突っ込んできた。エモシオン、エモシオン、スペシャルウィークは大外に入ってきた。しかし先頭はセウンスカイだ、セウンスカイ外からスペシャルウィークも突っ込んできた。セウンスカイ1着ゴールイン。最後もそのままリードを保ってゴール、2冠目を手にしたのでした。実は常にハイペースで逃げていたのではなく、中間の 1000m は64秒3というラップを刻み、しっかり息を入れていたセウンスカイ。横山典弘騎手に導かれ、魔術師のようなレース運びで束を幻惑しての勝利でした。同世代にはクラシックで戦ったスペシャルウィークやキングヘイローの他にも、外国産馬のエルコンドルパサーやグラスワンダーなど活躍馬が多数いる、いわゆる最強世代。その中で2冠馬となったセウンスカイも世代の一頭として存在感を放ったのでした。今日の話はここまで、各自しっかり復習しておきましょう。